子供の頃に読んだ騎士物語、それが憧れの始まりだった。いつか私も忠誠を捧げるにふさわしき王と出会い、誉れ高い騎士として宮殿に仕える。そんな夢を見て自らの騎士道を磨き続けてきた。そして運命の日はついに訪れた。我が名はプラド。騎士の誇りと学校の未来をかけ、君に決闘を申し込む。決闘？俺に？知っての通り、この士官学校は今存続の危機に瀕している。君たちの団体が士官学校など時代遅れと一方的に支援を打ち切る方針を定めたからだ。ああ、なるほど。それでその支援団体の代表とおぼしき俺に決闘を申し込んだってことか。そういないだろう。これまでの支援にはもちろん感謝している。しかしそのような不当な判断はこのプラドが決して許さない。故に私は本校の代表として君に決闘を申し込む。約束してもらおう。もし私が勝利したならば支援を継続させると。うん、いいよ、受けよう。君の覚悟のほど見せてもらおうか。いざ勝負。先手はいただく。豪華よ、巻き起これ。おっと、炎系統のセブンス使い、なかなかの威力だね。それだけではない。お、見せつく氷柱よ、さっすらだけ。今度は氷。我が連撃をかわすとはやるじゃないか。驚いた。炎と氷、君は2つのセブンスを操れるのか。その通り。この力は誰も成し得ない天性のギフト。いや違う、これは温度か。君の能力は炎と氷ではない。周囲の温度を瞬間的に変化させることで2つの現象を発現させているんだ。まさか一目でこの力を感化するとはね。しかし理解したところで我が連撃には対応不能。そうだな、だったら今度はかわさないよ。加減はしない。火炎よ、ひらめけ。あ、炎が出ない。ならば立ち上れ氷河よ。なぜだ、なぜ発言しない。うん、想定通り。君が力を使う瞬間、周囲にある燃焼や凍結の元になる原子を分解したんだ。原子の分解、そんなことが。相手が悪かったな。俺のセブンスは原子操作をも司る。そして分解できるということは当然。まさか核融合。そら、なんて圧倒的な力だ。だが私は負けるわけにはいかない。うん、降参する気はないのかい。もう立ち上がるのもやっとじゃないか。この身突き果てようとも誇りのために戦い続ける、それが騎士たるものさ。騎士の誇りか。その覚悟、賞賛に値するな。ところで、水を差すようで悪いんだけど、この学校のこと、俺が個人的に支援するって形で手打ちにできないか？今、なんと。俺が支援団体に代わって援助しようって言ったのさ。悪い話じゃないと思うんだけど、どうだい？ちょっと待ってくれ。君は支援団体の代表ではないのか。ああ、すまない。俺はその団体とは無関係の人間。話してるうちに君の覚悟とやらに興味が湧いちゃってさ。
少し相手をさせてもらったんだ。なんだって。すまない、私の早加点だったのか。いいよ、俺も断らなかったし。しかしなぜ君は学校への支援を。決闘なんて相当な覚悟を持たないとやれるものじゃない。文字通り君は死力を尽くして俺に挑んできた。だったら俺もその覚悟に敬意を示さないと。いたずらに受け止めて終わりにするなんてもってのほかだろ。なんと叶わないな。乾杯だよ。承服いただけたみたいだね。援助の方はすぐに手配しておこう。君歩けるかい？手を貸せよ。そうか、分かったぞ。私の騎士道は今この瞬間のためにあったのだ。頼みがある。どうかこの私をあなたの家臣にしていただきたい。やっぱり決闘を受けて正解だった。歓迎するよ。快楽、感激の極み。我が名はプラド。この命我が君に捧げることを誓おう。こうして私は我が主との運命の開口を果たした。そして今この瞬間、私とジエド校の波動はその時を刻み始めたのだった。